はい、どうも、靴ひもです。毎度ご視聴いただき、ありがとうございます。ということで、本日、ポケモンフュージョンしながらね、ちょっと、言っておきたいことがあるんですけど、言っておきたいことが。その内容がな、駆け出し YouTuber 様やめていく率高すぎ。十中八九ってレベルじゃねえぞ、マジで。十中、九十ぐらい。いや、もっともっと。9割7分5厘ぐらい。適当だけど。この顔可愛くないか、これ。ミニル、白竜って顔可愛いよな。なんていうのかな。損得勘定でやんない方がいいぞ、マジで。YouTube は、やること自体が、楽しくないと続けらんないから。いや、多分、これ YouTube に限らずそうだけど、多分、やめていく方？ YouTube に限らずね、何でも。人って、多分、なんか期待してると思うんですよね。これをやれば、こういう見返りがあるみたいな。まあ、それは、例えばお金であったりね。待遇であったりね。いろいろあると思うんだけど、多分そこに釣り合いが取れてないと感じるとやめちゃうんだろうな。まあ、確かに YouTube 続けるの大変だもんな。でもなんで俺が続けてるかっていうと、その1円の収益も上げずに、誰からも称賛されずに、本当にごくごく一部の方に支えられて、それでも、ね、リアルの知人様に、あかんと言ってるせいで白い目で見られつつも、お前まだやってんのとかっていうふうに言われたり、お前何のためにやってんのとかって言われてもなお続ける理由っていうのはやっぱりやってて楽しいからなんだよね。楽しいからやってんの、俺は。だから、やめるつもりなんか一つもないし、やめようと思ったこと一回もないしね。でもこれがもし、でも YouTuber の何々さんってこんなに稼いでるんだ。でもこれなら俺でもできそうじゃないみたいな。そういう考えで始めると、まあできないと思った時にさっさと撤退しちゃうんだろうな。それが悪いこととは言わねえけどな。でもよくさ、なんか、損得勘定で動くやつって多いよな。よく、私は、こうこう、こういう、価値がある人間だから、こういう男の人じゃないと無理んご、みたいな。俺は、ハイスペ男子だから、やっぱり彼女は、こういうのがいいな、みたいな。もっと好きに生きた方がいいぞ、本当に。好きなことやって、ね。恋人はこうじゃないと釣り合わないとか、年の差はもったいないとか、そういう、損得勘定抜きで、心から楽しめることをやっていかないと、心から楽しめる人と交際していかないとね、恋人であれ、恋愛であればね、YouTube とかそういう趣味であってもそうだよ。リターンを求めてやると、結局楽しくねえんだよな。その活動そのものがもう、その活動すること自体がもう価値がある。もう、その人といることに価値があるから、まあ、それ以外はもう二の次なんだと。まあ、それこそが俺本物の愛であると。リアルラブだよな。YouTube でも、ね、1円も稼げずとも時間の浪費と言われても続けられるから、本当に楽しいし、続けることに本当に価値があるし、その先にね、未来が待ってるんだよ。続けててよかったんご、みたいな。そう。こう、刹那的なね。刹那的な生き方をね、しててもね、その先にある景色が見れるのだな。もっとね、好きなことやった方がいいぞと思いますね。歯食いしばってなんかやるみたいな。自分を偽ってさ、オーバーリアクションして、ね、黒歴史作って YouTube でなんかやっても結局成果出せずに動画全部消してさ、引退しますみたいな。いや、いいけど別に。いいけど俺は見る側だから。やる側としてそれはどうなんだろうね。もう楽しくやろうぜ。まあ、続けようぜとは言わん。それは本人は続けたくないからやめるんだろうからさ。続けようぜとは言わないけど、もっと好きなことをありのままの自分で生きることがね、やっぱり一番大事だと思いますね。好きなことして。人間ね、ありのまま？ありのままが一番ね、かっけえんだよ、マジで。
はい、知らんけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。では。